Thank you.
でございます。青汁ミックスジュースでございます。今日はね、3万人のお客様が、そうです ね2階と3階まで満員、満員でね、すごい良かった。ほとんど身内かな。ですね、このファーストステージはほとんどが洋楽になってますので、知ってる曲、知らない曲あると思いますが、手拍子と足拍子と首拍子で首拍子やっていただければと思います。それとですね、あのメニューにはないんですけども、私たちミックスジュースっていうバンドでして、ジャミン様にお願いしまして、ミックスジュースとミックスジュースカクテルをオリジナル、はい、ご用意させていただいたんですけども、あの小竹くん、ミックスジュースはいくらですか？ミックスジュースいくら？通常価格は？じゃあ360円にしましょう。じゃあ760円にします。いや、700円にします。なので皆さん、どん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 ミックスジュースのカクテルとジュースを飲んでいただいて、あとみんなで皆さんで乾杯したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。メンバー紹介です。まだいらない。あ、今日は何の日？渋谷さん、今日は何の日？3月6日で、今日は6日、弟の日？サムの日ですか？あ、サムの日？いや、わかんないです。親指？あ、サムの日？サムだから、サムの日？サムの日？サムカフェのサブマネージャー。いや、なんか調べたら、薄い、薄い拍手ありがとうございます。身内なのでね、飲んでってもらわないと私たちのいろんな穴が出てきますので、そこに横らっていただかないと。あ、いろんな穴が泡で反応するんだよ。そうなんだ。それで楽しんでもらえればいいなと思っております。そう、私ほっとくとずっと喋ってるんで、タイムキーパーいないと困るんですけど。じゃあやっちゃおうかね。じゃあミックスジュースやっちゃいます。あ、ごめんなさいね、先ほどの歌はドゥービーズの、ドゥービーブラザーズと、あ、違っぱらって言ってます。はい、はい。まあいいや、次いきます。皆さん知ってる曲でしょ。で次は、リンダ・ロフシュタットの一層一歌います。お願いします。Yeah.
あ、そういうわけで、はい、あれ、あら、なんか、あれ、皆さんタバコ吸われてる方多いですね。あれ、あれ、なんだこれ、なんかこんなの誰が置いたのこれ。あれ、なんかここない。あれ、ライブカフェジャミンオリジナルライターということで、好評発売中だそうなものがありますんで、ぜひ皆様よろしければ。税込み200円となっている。安い。税込み。やっぱりやっぱ400円ぐらいの。その400円の税別になったらしい。ああ、そう。その辺の感じ。ぜひあのタバコを吸われる方、吸わない方も効果には使える。あ、そうですね。これまた当たり前。これまた当たり前。これまた当たり前。これまた出てきちゃうから。それもやっぱ感謝だね。あのレジの方に置いてありますので200円出せば出せば怖いジャミやめちょっとジャンプしてみようできますのでどうぞよろしくお願いします。さあ、そうね、こんな空気の中で次はしっとりめったりな曲をやります。レオセイヤ。I love you, buddy.
社員は合わなかったかな。シーンとしてないかな。雑談の方がいいかな。あ、そうかね、メンバー紹介しようかね。あの、初めての方もいらっしゃると思うんで、メンバーの紹介をさせていただきます。若い順から行こうか。はい、ザムロね、ケンちゃんでございます。ただケンちゃん。ただケン。サービス券。サービス券。埼玉県。埼玉県。北斗の県とかいろいろ。ああ、いいからね。あ、そうよ。奥富に住んでますので。あったら、ケンちゃんって言って、ケンちゃんって。はい。で、次に若い子。高見さんかな。サックスの高見さんです。高見さんがいないとね、このバンドはダメなんでございます。もうね、助かってますね、兄さん。大助かり。高見さんサックス前でしょ、ジャズとかやってるので、金曜日が主にやってますかね、こちらで。もしよかったら見に来てください。で、次に若い、あ、みやびちゃんだった。私ですか。はい、ベースのみやびちゃんです。みやびちゃんもね、いろんなバンドをなさっててお忙しい中、私たちのバンドに加わっていただきまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。で、次に、次なんか違うだろう。次やっとこうかね。じゃあこの辺やっとこうかね。あ、この辺やっとこうかね。ボーカル、タンバリン、カウベル、コーラス、いろんなものがやってる。そう、ニナさんです。皆さんにも助かってもらってますね、コーラスとか。トッキーが可愛いね。ね、みんな見た、ちゃんと猫ちゃんなのよ。ね、見るとこ違うね、やっぱりね、ハゲナリ君はね。ハゲナリ君違う、見るところ。ロジャース売ってる。じゃあ皆さん、通販なの調べてください。猫のストッキングで、ググってね。アマゾンちゃったね。アマゾンかなんかでね。はい。じゃ次は誰かな。どこ行っちゃおうかな。同じような、同じ感じかな。じゃあ端っこ行こうかな。今チューニングしてる我らのバンパス兄さんです。兄さんギターはやっぱりうまいのでね、助かってますね。ソロとかすごく気持ちよく聞こえるでしょ。だってさ、ソロ弾くのにこっちに選択してる。本当だよね。ちょっとあのね、恥ずかしがりなんだよね。隅っこが好きなのね、なんでもね。端っこ好きなの。端っこ好きなのね、端っこ好きなのね。いや、あの花粉症がすごいので、ね、兄さん、あのティッシュ持参で置いてますので、たまに噛んだら、ちょっと愛嬌で。ティッシュ足りない方は前に来ててもいいからね。大丈夫です。よろしくお願いします。ティッシュタイムね。ティッシュタイムもありますので、もしかしたら演奏中にね、やりますけど。そしたらごめんなさいね。それで、ギターの井田さんです。そうね、ごめんなさい、私ね、井田様のことを、あ、ミッチーさんです。ミッチーって呼んでください。井田さんも面白いよ。そうね、井田さんってこの人悪やってるよね。ちょっとミッチーって呼んでください。井田さん今すごい助かってますね。もうそーっと弾いてますね。そうっ、え、結構大きい人。内緒で。そしてメインボーカルの、パワフルりっちゃんです。はい、りっちゃん今日は、ね、朝からよそこいも踊ってきたんですよ。反応でよそこい踊って、これから夜はソフトバンク。そうだね。またやるんだ。で、また明日昼はヨガ行ったりしてね。そんなパワフル姉さんのと、あと愉快な仲間たちでございます。ミックスニュースよろしくお願いします。結構喋った。ちゃんキーパー大丈夫。あ、負けって言われてるよ。やべ、ちゃいすんで、テンポ280だよ。いや、ハードに
次は静かだったのがハードな、はい、結構ハードな曲で知ってる方は知ってるけど知らないことも知らないと思います。それ大体の曲そうですよね。知らないですね。次はパッドベリターのハートブレーカーです。お願いします。皆さん、モリモリに盛り上がってください。お願いします。